東京ヤクルトスワローズ対東京ヤクルトスワローズのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはスワローズ、小宮山さん、やはり立ち上がりがきっちり抑えられれば流れに乗っていけると思うんですが、いかがでしょう。そうですね、どうしてもピッチャー立ち上がりって手探りで入ってきます。打ちました。バッターボックスには指名打者の柳田、菅野、まずは先頭バッターを打ち取っています。先発ピッチャー菅野、そしてキャッチャーは古田。このバッテリーをスワローズ打線がどう攻略していくか、西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか、注目です。打ちました、流しました。クリーンアップが登場します。バッター坂本、ツーアウトになっています。いいところへ決めてきます。ストライクです。打ちました。さあ、これからスワローズが守備につきます。そして坂本が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。最初は変化球できました。いいコースだったんですけどね。はい、変化球わずかに外れてボール、内へのボール外れました。インコース決まった。ツーストライクツーボールと追い込んでいます。さあ、5球目は何か、見逃して三振です。ワンアウトです。バッターは2番に入っている浅村、金田、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。いいコースにまず投げ込んでいきました。156キロがいきなり出ました。いやー、角度のあるクロスファイヤーいいですね。はい、ストレートが決まっています。157キロ、引っ張った。さあ、4球目は何か、引っ張った。バットに当たりません、三振。バッターは3番の吉田、ツーアウトランナーありません。さあ、初球は何か、内へ持ってきましたが外れました。インハイ、際どいコース、膝元をつきましたが外れました。次が5球目、インコース詰まりました。2回表に入ります。スワローズの攻撃、バッターボックスは4番丸。スワローズ得点に動き、引っ張った。5番バッター吉田、菅野、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球は何で来るか、初球ボール、2球目は何で来るか、今のはよく見ましたね。膝元、変化球がわずかに外れています。ボール先行です。インコース、バットが回ります。155キロ、今のはよく見ましたね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。インサイド落ちました。バッターボックスには6番浅村、ツーアウトになっています。まず何を投げてくるか、枠いっぱいに決めてきました。ストライクです。ライト方向流しました。バッターは7番に入っている中村、ヒットでランナーを一塁に置いています。外のボール球打っていった。さあ、そして打席には中田が入ります。ここは高打順ですから勝負どころですよ。さあ、一打先制のチャンス、まあこの試合お互い譲らない展開ですから、こういったチャンスは大事にしないといけませんね。なるほど、そうですね。あっと低めいっぱい、ここはあっという間に追い込んでいます。
スをものにすることができませんでした。2回の裏、さあスワローズ、この回は4番から始まります。バッターは村瀬。スワローズ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。初球は何から入ってくるか。初球はボールになりました。キレがありますね。確かにキレがいいように感じますね。インサイド打った。バッターボックスは5番中村。金田、まずは先頭バッターを打ち取っています。枠をいっぱいに使ってきます。ストライクです。打ち上げた。内へのボール外れました。枠はあっと上がった。6番バッター丸、ツーアウトになっています。さあまず1球目、うちのボール打った。バッターは7番に入っている山川。ヒットでランナーを1塁に置いています。インサイド決まっています。いやー、角度のあるクロスファイヤーいいですね。はい、高めのストレート、ストライク。あっという間に2ストライクです。まあ、肩が強いキャッチャーですから、ここはうかつに走れないでしょうね。なるほど、そうですね。変化球で空振りを取ります。3アウトチェンジ。3回の表スワローズの攻撃、得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは9番の小林。スワローズ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。バッターボックスには代打の亀井。打った。さあ、そしてバッターボックスには太田が入っています。いい場面でいいバッターが続きますね。さあ、2アウトながらなおもチャンスは続きます。まあ、このチャンスは逃したくないですから、ここで得点してしまいたいですね。なるほど、そうですよね。インサイド打った。ここでスワローズ守備を変えてきました。3回の裏に入ります。スワローズの攻撃、得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは鈴木。スワローズ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。さあ、ここでスワローズダイソーを送ります。西川が初球打ち。さあ、そして打席には古田が入ります。怖いバッターが続きますね。さあ、ワンアウトになりましたが、ピンチは続きます。バッターボックスには代打のラミレス。大歓声を背に打席に立ちます。さあ、西さん、なんとかサヨナラに持っていきたいですね。もう意地で作ったチャンスですからね、ここで決めたいですよね。そうですね、この起用に応えたい。際どいコースですが、アンパイアの手が上がりました。いやー、角度のあるクロスファイヤーいいですね。はい、ストレートが決まっています。すぐに追い込みました。緩急つけて空振りを狙ったんですけど、見極められましたね。はい、